改めまして現役お疲れ様でした。個人的に話したいことがたくさんたくさんあるから、また会えた時にいっぱいお話しさせてください。これから現役とはまた違った大変さがあると思います。僕はこれまでも刑事に頼ってばっかりだったけれども、時には頼ってやってください。これからも田中刑事を応援し続けます。頑張ってね。またね。